皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。皆さんこんにちは、ゆっくり魔理沙です。今回もゆっくり解説をやっていくぜ。高評価、チャンネル登録、拡散もよろしくね。今回はブリーチのあのキャラを解説していくぜ。お願いします。自己紹介はまだだったわね。確かジャッキー・トリスタンよ、よろしく。ということで今回解説するのはブリーチの登場人物、ジャッキー・トリスタンだぜ。エクスキューションで一番影が薄いわよね。ということで解説していくぜ。ジャッキー・トリスタン、ブリーチの登場人物で、フルブリンガーの集団、エクスキューションの一人だぜ。冷静で姉御肌な性格で、面倒見の良さを節々で見せてるぜ。原作ではかなり出番が少ないが、アニオリでは出番が少し増えてるぜ。どうやら、自身の力を嫌ってると思われる描写が散見されるぜ。他のエクスキューションのメンバーは自身の力を疎んでる様子を見せてなかったが、彼女のみ自身の能力に嫌悪感を持ってるようだぜ。どうしてそこまで自分の力を嫌ってるの？それは彼女の過去が関係してるぜ。かつてジャッキーは貧乏ながら普通に暮らしていたぜ。ある日、父からブーツをプレゼントされ、それを大事にしていたぜ。このブーツは大人用で当時のジャッキーはブカブカだったぜ。ジャッキーはブーツよりも自分が大きくなってしまうことを恐れていたぜ。自分がブーツよりも大きくなってしまったらそのブーツは履けなくなってしまうからな。そうね。だがジャッキーが仕事から帰ってきたある日、家族が全員殺されていたぜ。殺された原因は父が商品を横流ししていたからだぜ。要するに父親が殺される原因を作ったわけだな。高いブーツを父が買えたのは物品を横流しして金を手に入れてたからのようだな。ジャッキーは死んだ弟を運んでいたが、その弟の血によってブーツが汚れてしまい、それからしばらくしてジャッキーはフルブリングに目覚めたぜ。なんかジャッキーがフルブリングを疎ましく思う気持ちがわかるわね。ジャッキーが自身のフルブリングを嫌ってるのは力に目覚めたのが過去に家族を失ったことで覚醒した力だからだと思われるぜ。能力を使うたびに家族のことがちらつくだろうし、ジャッキーからしたら疎ましい能力なのかもしれないぜ。それに後で詳しく話すが、彼女の能力は汚れるほど強くなる能力で、あまり品のあるフルブリングとは言えないのも能力を嫌う理由かもしれないぜ。彼女は家族を失い、一人だったところを銀杖に拾われ、エクスキューションに入ったようだな。女の人は特に綺麗好きな人が多いし、能力があまり好きになれないのもなんかわかるわね。戦うこともあまり好きではなさそうで、イチゴと狩猟することも消極的で、アニオリではジャッキーのそういった面が描写されてたぜ。アニメではアパートで一人暮らししてる描写があるぜ。また、アニメでは原作よりも早く過去が明かされてるぜ。イチゴのようにボランティア精神で戦う人物がそもそも気に入らない様子だったぜ。まあ、後にイチゴの覚悟の強さを目の当たりにしてからは協力するようになってるがな。イチゴの狩猟の時は死神の力がないことを実感していないような戦い方をするイチゴに怒りを見せてたぜ。てか当のジャッキーが割と甘い気がするわ。戦う相手に対して割と忠告やアドバイスをしており、エクスキューションの中でも戦いに対する姿勢は甘い方だぜ。戦いに負ければ死ぬことをわかってるからこそ相手に忠告することが多いのかもな。イチゴに散々甘いと言いながらも、当のジャッキーがかなり甘い人物であることがわかるぜ。彼女の性格や描写を見る限り、相手の命を取ることもあまり好まないことが伺えるぜ。エクスキューションの中でもめっちゃ不遇よね。エクスキューションのキャラの中だと一番不遇だと思われるぜ。他のエクスキューションのキャラは死神大公消失編以降は何らかの出番がある中、ジャッキーは全く出番がないぜ。獅子瓦もジャッキーに並んで出番が少ないが、月島との関係性が描写されてるため、ジャッキーほど不遇ではないぜ。まあ、獅子瓦も相当不遇だがな。ジャッキーの場合はメンバー間での関係性の描写も他のメンバーと比較して少なめなので余計に影が薄いぜ。確かにジャッキーはあまり対人関係が描写されてないわね。それでもエクスキューションのメンバーには愛着を持ってることがわかるぜ。それに基本的に自分のフルブリングを疎ましく思ってるが、この力のおかげで銀杖たちエクスキューションに出会えた面もあるため、そういう意味では自身の能力に愛着を持ってる様子だったぜ。孤独から救ってくれた銀杖に対して感謝してるようだったぜ。エクスキューションの目的はイチゴのフルブリングを奪うことで、ジャッキーも当然グルだったぜ。ジャッキーは自身の力を疎んでたのに銀杖たちと協力してたのね。それについては銀杖たちエクスキューションに協力してたという面が強かったと思われるぜ。まあその割にイチゴの力を欲しがってるような描写があるのでそこら辺はよくわからんな。だが、
ジャッキーの中ではフルブリングに対して複雑な気持ちを抱いてるような描写が多いため、ある種のジレンマだと思われるぜ。近所に力をもらってからはユキオによって分断され、レンジと戦うことになるぜ。エクスキューションと死神の戦力差がやばかったわよね。ということでここからは彼女の能力を解説していくぜ。お願いします。彼女は他のフルブリンガーと同様、能力がない状態だと普通の人間と変わらないぜ。イチゴとの狩猟の時に能力を初披露してるぜ。そうね。ダーティーブーツ。ダーティーブーツ。彼女のフルブリングだぜ。能力が発動すると聖帽をかぶり太ももまでかかる漆黒のブーツを履いた姿に変化するぜ。クラッドタイプのフルブリングで、衣服が変化する珍しいフルブリングだぜ。現在判明してる限りではクラッドタイプのフルブリングを有してるのはジャッキーを除けばイチゴのみで珍しいタイプであることが伺えるぜ。その名の通り、ブーツが汚れれば汚れるほど強くなるぜ。ブーツが泥や血などで汚れることによって蹴りの威力が上昇し、汚れれば汚れるほど攻撃力は倍化するぜ。その汚れた靴による蹴り技がジャッキーの基本戦術だぜ。汚れれば汚れるほど強くなるって地味に厄介よね。そうだな。戦いになると嫌がおうでも汚れるため、汚れれば汚れるほど強くなるというこの性質は単純ながらかなり厄介だぜ。それでも水辺など汚れやすい場所の方が進化を発揮できるぜ。フルブリングは全体的に癖が強い能力が多いが、ジャッキーのフルブリングは癖が少なめで、戦闘向きの能力だぜ。ここまでシンプルで直接的な戦闘向けのフルブリングはかなり珍しいぜ。他のフルブリングの中だと癖が少ないだけで、ダーティーブーツも癖がある能力ではあるがな。まあ、汚れれば汚れるほど強くなるというのはフルブリングらしく、特殊な性質ではあるな。フルブリングらしく特殊な能力でもあるわね。アニメのおまけコーナー、エクスキューション辞典によるとリルカから最初から汚しておけばいいのではないかと言及されたが、そうなると歩くだけで地面を破壊する不便な面が明かされたぜ。どうやら威力の細かい調節はできないようだな。力を調節したい場合は汚す量を調節しないといけないようだな。力の調節がやりにくいという点では戦闘以外では不便な能力と言えるな。ここまで完全に戦闘特化のフルブリングも珍しいわね。描写を見る限り、汚れれば汚れるほどブーツが重くなって動きにくくなると思われるぜ。まあ、フルブリンガーはブリンガーライトによる高速移動が可能なので、速力に関しては低下しないと思われるぜ。まあ、イチゴの未完成のフルブリングに負けるレベルなので、ジャッキーの戦闘力はせいぜい石棺レベルだと思われるぜ。隊長は愚か、副隊長にも及ばないと思われるぜ。ジャッキー本人も割と甘い性格だしな。副隊長にも及ばないっぽいのよね。イチゴのフルブリングを手に入れてからは全身が白い服で覆われ、右肩にバイクのマフラーのような装甲を装着した姿となるぜ。そして装甲から黒い液体のような冷圧を噴出し、それで全身を汚すことによって自分自身を強化するぜ。これにより、単純に能力が強化されただけでなく、場所を選ばずに楽に力の強化ができるようになってるぜ。まあ、それでもレンジに一瞬で倒されたがな。これでジャッキーの能力の解説は終わりかしらね。ということでここからは彼女の活躍を軽く話していくぜ。お願いします。イチゴのフルブリングの狩猟をするぜ。途中でイチゴの力が暴発するが、それでもイチゴの訴えによって戦闘を続行し、最終的にイチゴに敗れたぜ。そしてイチゴは力を覚醒させ、フルブリングの完成に一歩近づいたぜ。その後はイチゴのフルブリングが完成し、その後すぐに月島によって元に戻ったぜ。月島のフルブリング、ブックオブジエンドは二度切れば元に戻るんだぜ。今までは月島によって加工を挟まれていたが、この時に元に戻ったようだな。その後は銀城と戦うのよね。他のフルブリングと共に銀城と戦うことになるぜ。その後、銀城を月島がいる場所に誘導し、銀城は月島に切られたことで元に戻ったぜ。その後は銀城がイチゴの力を奪ったぜ。イチゴが死神の力をルキアによって取り戻した後、銀城がジャッキーたちに力を分配したぜ。その後はユキオによって分断され、レンジと戦うことになるぜ。でも圧倒されるのよね。レンジ曰く、アイゼンと戦えるように狩猟したとのことで、残白刀の塚だけでジャッキーは倒されたぜ。その後はユキオがジャッキーでは勝てないと判断し、自分たちが戦っていた空間もろとも消滅させようとするぜ。自身を救おうとしたレンジの行動に心を打たれ、レンジを助けるために自滅したぜ。
だが、フルブリングの力を失うことで生き延びていたようで、戦いが終わった後、ユキオの前に姿を見せていたぜ。ユキオに会う前にギリコの死体を見つけ、彼の遺品である懐中時計と共に埋めたようだぜ。力を失ったことに未練がある様子だったわね。ユキオと話しユキオは、大きくなった僕の会社でみんなを働かせてあげると言い残し、去っていったぜ。ジャッキーは待ってるといい、そのままフェードアウトしたぜ。ジャッキーはフルブリングを失ってるため、物語上から完全にフェードアウトしたぜ。ジャッキーは自身の力が消えることを望んでたが、いざ消えたとなると仲間のつながりが消えたことでもあるので未練がある様子だったぜ。その後は本編での出番はなかったが、小説によりどうしてるのか明かされており、ユキオの会社で働いてることが明かされてるぜ。どうやら現世でうまくやっていけてるようだな。これでジャッキーの解説は終わりね。総括すると彼女は冷静で姉御肌な人物だぜ。エクスキューションの中でも影が薄い人物だったと言えるぜ。そうね。ということでジャッキーとリスタンの解説は終わりだぜ。チャンネル登録、指摘やコメント、ツイッターのフォローもよろしくね。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。